孔子病は、中国、春秋時代の思想家、儒教の創始者である孔子を祀っている霊病。極府の穴病体制度の中国語では、孔子、孔子病という、一般的に穴、穴病と呼ばれる。また、鑑定病が部病と呼ばれるのに対比して、文病とも呼ばれる。極府の体制度のは、20世紀初頭に、文病、性病、 穴病と様々に呼ばれたが、現在の中国では穴病とされ、儒教の総本山として厚く信奉されている。その病には、孔子と四杯らの木像が安置され、論語が収められている。また、孔子に対する継承の一つ、風子を使って単に風子病といった場合、南京にあるものを指す。孔子の生まれたとされる、炉の国の小平号、 現在の山東省局府に、孔子の死後一年目に、炉の愛好が孔子の旧宅を病にしたとされ、そこに孔子病が作られたのが、そもそもの始まりであった。湯島聖堂の大聖殿長崎孔子病大聖堂の日本にも各地に孔子病がある。多くは、儒学の学校に付随して建てられる。有名なものでは、東京都の湯島聖堂があり。 江戸時代から設けられた。昌平坂学問書に付随して設置された。もともと、朱子学の林羅山が、上野忍が丘に、先生殿を築いたものを、江戸幕府が日本における儒教の学校として、湯島に移築し、平木、林家の学問書としても発展した。また、最も見応えのあるものは、長崎の孔子病である。江戸時代以降、外国貿易の地と定められ、 当人屋敷があった長崎に明治26年、新国政府と在日家人が協力して、中国の総本山並みに伝統美溢れた孔子病が作られた。この孔子病には、孔子と72賢人石像や孔子の教えをはじめ、中国の文化、学術を伝える施設の中国歴代博物館も孔子病の大制度の裏にあり、 中国の貴重な資料とともに一般に公開されている。他に、足利学校や静谷学校の性病、託性病などが有名である。また、日本祭南の孔子病は沖縄県那覇市にあるイタリ性病である。もともとあった病は1676年に創建されたものであったが、沖縄戦により怪人に返したため、 現在の病は九百七十五年に再建されたものである。長野県上稲郡飯島町田切にある孔子病は、聖堂の孔子像と当地の三種組合、流水社を同士と共に設立した山田織太郎王の石碑と共に設置されて祀られている。朝鮮聖金館の文病大聖堂の朝鮮半島では八世紀頃、白木が東王朝から孔子病の制度を受け入れ、 当時国立最高学部であった国学のうちに、孔子の指病を設置したことを始まりとし、以後の王朝でもそれを受け継いで、後来では会場の国古館、李氏朝鮮では、ハンンの聖金館に付随してこれが司さどる孔子病を設け、それを文廟と呼んだ。文廟では、中央に大聖殿を立て、孔子とその弟子十人、周遁尉、朱子などの壮大の朱子学者、 および最地縁、テーム州、李広氏、理事等の朝鮮半島の有名儒学者を大勢殿の領域に東部、西部の建物を設け、関、東以来の中国の儒学者と朝鮮半島の儒学者たちを共にも祀っていた。地方でも聖金館を習って、漢学の教皇に講師を祀る指導を置いた。なお、15世紀以後では、儒教の民間への拡散と共に、 各地で私塾である書院の設立が盛んとなり、書院でも必ずや穴病が建てられ、講師と受学者たちを祀った。書院は後各地の教理士林の根拠となり、中央政治にも大きな影響を及ぼった。有名な書院で須山書院などがある。今でも聖近館では年に2回、石天大祭と呼ばれる講師を祀る儀式が、 行われているが、今の聖金館は、日本併合時代の以来、国立ではなく私立の大学になって、そこに置かれている、聖金館がこれを司さどっている。その他各地の書院でも、釈祭と呼ばれる規模の小さい祭りが、今までも行われている。孔子病台北や台南など台湾の各地にある、純華国語館、海安文廟、海洋文廟、安寧文廟。 カワチ文病などがある。マレーシア最初の孔子病は、便乗高生病中華小学という小学校に一致している。新長の大使の長筆師によって建てられた。その昔、多くの児童が登校初日には、孔子病に連れて行かれて、授業の教えに従い勤勉に勉学に励むという、希望を書く儀式に出席したという。その他、マラッカにも馬。 六甲孔子大化という学院が建てられており、そこでは毎年祭り校活動が行われている。クアラルンプールにも吉高派村高独立中学という学校が建てられており、そこでは毎年孔子の誕生日を祝い、孔子に関する講座が開かれている。この地はもともと、クメ36世と言われる中国からの移民と、その子孫が居住していた地だったために建てられた。 58号線沿いに、大門久米大通り沿いに、西部門という地名が残っていることからいかに巨大な、居留地だったかがわかる。現在の国道58号線沿い、久米2丁目に番地の那覇商工会議所、ビルフキーに SMJK スクールポータル、SMJK チョンファカンフューション。ありがとうございます。